はい、こんにちは、物欲名古屋人です。今回久しぶりのキッチン家電ご紹介いたします。こちら電気ケトルですね。ビンデアという日本のブランドの商品レビューに提供いただきました。目の前にあります。おしゃれな急速湯沸かしポット電気ケトルですね。料理をするときやコーヒーを入れるとき、またカップ麺のねお湯を入れるときに非常に便利な電気ケトルです。パッケージ内容をご覧の通りです。ポット本体とこのような蓋が付属しています。また温度調整や電源オンオフ、そして保温が可能な電源プレート、また日本語説明書が付属しています。今回カラーはブラックを提供いただきました。ホワイトとブラックの2色展開です。こちらポットですけれども、容量としましては 800ml の容量が入ります。このようにね、開口部が非常に大きいのでね、中もお手入れしやすいです。このように男性の手が丸々スポット入りますので、この奥の部分までねしっかりと洗えるというのがねいい点ですね。この開口部が小さいとね、こう洗うようなブラシをね、細いブラシで洗ったりということがねしなければいけませんけれども、このように大きい開口でお手入れも楽ちんです。本体はステンレスでできています。このようにビンデアとロゴがありまして、またこのように注ぎ口が非常に細くてピンポイントにね注げるという点と、この注ぐ時も微調整しやすいね、この注ぎ口になっています。取っ手はこのように本体から離れたところにありまして、こう熱をねもろ受けない、やけどしにくいようなこのような形状になっています。このように内側にはマックスミニマムのラインが引いてありまして、ミニマムがおそらく300、マックスが 800ml です。こちらね、湯の温度を安定させるためには300以上入れてくださいとありますけれども、この商品の売りの 150ml を75秒で急速沸騰させることできますので、まあ、ミニマム以下でもね多分大丈夫だと思います。マックスだと 800ml です。もうちょっと入りそうですけどね、沸騰した時等のねマージン考えてこのぐらいになっています。後ろはこのように台座にセットするための接点端子と穴があります。まあ、よくねこういった電気ケトルあるタイプですね。でこのようにプレートの上に置くわけですけれども、これ最初ね思ったんですけれども、この空の場合には非常に安定感がないです。これ説明書にも書いてありまして、水を入れないとねこうグラグラしますと、その分軽量ですよということなんですけれども、はい、これね最初大丈夫かなと思ったんですけれども、これでね正常なようですのでねご注意ください。水を入れると安定するということです。ただこちら空泣き防止機能っていうのもついてまして、水量が少なくなったり、また空の時にねこれ温めようとしても切れるような機能があるということなので、まあ、このあたりがねある意味こうぐらつかせているのかなと思います。水が入るとこう押し込まれてね接点がしっかり安定するんですけど、軽くなるとねこう少し浮くような感じになりますので、おそらくこのね上下の動きで空だきっていうことをね検知してるんじゃないかなと思います。仕組みとしてはこんな感じです。でこちら電源ケーブルですけれども、なんとね2メートルもありますので、少し離れた場所でねお湯沸かしたいという場合も対応できます。結構こういった製品ね、このケーブルの長さどれぐらいかっていうのはね、あの設置場所とかね使う場所によっては気になる方多いと思いますけれども、この電源ケーブル2メートルあります。ちなみに電力としましては 1200W の結構強力な電気ケトルです。型番が BKTR200、 こちら今現在楽天で5680円の商品となってます。まあお値打ちなね価格になるんじゃないかなと思いますので、じゃあ実際使ってみていきましょう。では軽く洗いましたので、まず水を入れます。ウォーターサーバーからね今回入れたいと思います。まずミニマムラインの 300ml 入れましょう。ちょうど今ミニマムのライン 300ml 入れました。プレートの上に置きます。あ、結構安定しましたね。先ほどもぐらついてたんですけれども、水が入っているとしっかりとこのように、はい、ぐらつきもなくね設置されました。では電源を入れます。コンセントを挿しますと、今表示されているのが現在のね水温です。9度、ウォーターサーバーなので結構水温低い状態ですね。では 300ml 沸騰させてみたいと思います。沸騰させるにはもういきなりねこちらを電源ボタンを押しますと、3秒待ちますと100度に設定されまして開始されます。ちょっとストップウォッチ秒遅れましたけれども、どれぐらいでできるでしょうか。
このように現在の水温が表示されてどんどんと上がっていきます。スペック上では 150ml が75秒、 300ml 今入れている量が2分10秒、600が3分20秒、 800ml で4分30秒という時間で沸騰できるようです。今 300ml なのでちょうどカップラーメンを作るときに必要な量ぐらいですね。音がねグツグツといってきました。どんどんとね温度上がっていきまして、今1分20秒経過です。水道水よりはねウォーターサーバーなので少し水温低いので時間がかかるかもですね。2分10秒で沸かせられたら、まあ、スペックというか説明通りどうでしょうか。どんどんと上がっていきます。沸騰しましたらピッとね音で知らせてくれますので、知らぬ間に沸いているっていうこともねなく便利な機能かと思います。お、90度いきました。お、上がっていきます。はい、2分10秒経過いたしました。もう沸きそうですね。98度、今ピッピッということで100度に達しました。時間はね少しタイミング遅れましたけれども、まあ、数秒ですね。2分26秒ということで2分10秒よりは少しかかりましたけれども、温度が約9度の状態から沸騰するまでこの時間です。いや、すごいですね。 300ml 2分26秒で沸騰完了です。で、こちら少し保温しておきたいなという時はこれ保温ボタンを押します。で、押すためにこちら45、60、70、80、85、これプリセットがある状態です。90度までね、このように保温の温度を保つことができます。100度のね保温は難しそうですね。90度までです。で、今96度で緑の状態が保温されてますよということで、90度で今保温設定してますので、90度以下になるとまた90度にめがけてね暖かくなっていくっていう感じです。常に今の温度が分かるのがとてもいいですね。今96度です。では再沸騰させてみてね、コーヒーを入れましょう。今回入れるのはこちらです。スターバックスのハウスブレンドの折り紙、このようなドリップタイプのコーヒーですね、5個入り、これをね今回入れてみましょう。こんな感じでセットいたします。ちょっと温度下がりましたので再沸騰させます。保温解除して電源ボタンをもう一度押すと100度までね上げてくれます。はい、終わりました。では注ぎます。まず少しね入れて全体に湿らせます。このように先がね非常に細いのでこういったドリップ入れる時もね入れやすいです。微調整も可能ですのでね、こうポタポタポタっとねこういう入れ方をしたり、こう上からねこう勢いよく入れたり、注ぎ口がこのような細い形状になっていることでかなりね使い勝手いい形状をしているかなと思います。本当はね20秒から30秒ぐらい蒸らさないといけなかったですね。では美味しそうなドリップコーヒー出来上がりました。いただきます。こちら保温機能も優れていまして、沸騰させるときに同時にね保温しておきますと、沸騰した後に指定した温度でね保温してくれるという機能もありますし、今このように沸騰し終わった後こうだんだんと温度が今下がって82度になってるんですけれども、この状態で例えば保温をします。で、45、60、70、80、85、例えば90度このようにプリセットして3秒そのままにしますと、90度保つようにこれ今ね沸騰始まりました。このように赤色の状態が加熱しているということですけれども、これで90度まで上がって、今ここに90と書いてありますので、これでね保温になります。こんな感じで緑ランプが保温ですよということを示すランプですので、このあたりのね加熱と保温の機能がとても使いやすくてねいいですね。そしてこう例えば外したとしても今のね保温有効になってます。今90ってねついたままですよね。
何杯かコーヒー入れながら少し温度下がっちゃったかなという時は再度ここ戻しますと、先ほど設定した90度が生きてますので、再度ね90度、今ね温度下がってないので90度のままですけれども、90度まで熱して温度さらに保ってくれるというね、保温機能がとても便利な機能です。この蓋にも工夫がされてまして、これね蒸気はねほとんど出ないんですよね。なのでこう蒸気で火傷する心配もね少なくなってます。この隙間からね出てると思うんですけれども、構造が工夫されていて、シューってねもろにこう蒸気が出る感じはね全くありませんね。今少し温度下がりましたけれども、このようにずっと90度保ってくれています。保温を終わりたい時は電源ボタン1回押しますと、これで解除されて、単にね中の温度表示されているだけの状態になります。電源ボタン3秒長押しいたしまして電源オフと、こんな感じの仕組みになってます。では続いて 800ml 沸騰させています。終わった後水道水で中洗いまして、少し温度がねまだ下がりきってないかもしれません。あとねウォーターサーバーではないので少し温度高いかもしれません。乗っけますと温度わかりますね。26度、結構高いですね。この状態から沸騰させてみます。で電源オンにしますけれども、100度ではなくね任意の温度にも設定することができます。こう押した後にこのようにダイヤルで変えることができますので、例えば95度とかね、で手を離すと沸騰スタートいたします。もちろんね低温で設定することもできますので、例えば60度までしたいとすると、これで60度までスタートということでね、お湯で野菜を洗ってシャキッとさせたいとかね、そういった用途でもね使えますので、必ずしも沸騰させなくても使えるというのもポイントです。では 800ml、 ちょっとね今27度スタートですけれども、どれぐらいで沸騰できるかトライいたしましょう。電源をね押すだけで沸騰はいたします。100度設定になります。4分30秒かかるとのことですけど、おそらくねもっと早く沸騰し終わるんじゃないかなと思います。多分ねポットの中にセンサーがついていて温度ね高めに出てるんだと思いますけれども、水道ね出た瞬間というか多分26度もないですよね。最近ね出始めは暑いですけれども、今触った感じそこまでね暑くはないので、本当はねここに温度計さして実際の中の温度とどうかっていうのをね試してみたいところですけれども、ちょっと今回ね機能紹介ということで割愛させていただきます。どんどんと上がっていきます。次はねコーヒーじゃなくてこのフルーツセレクション、フルーツ紅茶をちょっと入れてみたいと思います。今回このようなティーパックタイプの紅茶ですね。先ほどはドリップタイプでしたけれども、ティーパックタイプです。ピーチオレンジ、結構音がしてきました。ものすごくうるさいってわけじゃないですけどね、ゴーっていう音はさすがにいたしますね。2分50秒経過です。はい、4分30秒経過しましたね。やはり交渉よりも少しかかりそうです。はい、ほとんどね湯気が今ね上出てないですね。はい、5分32秒ということで100度になりました。まあ、このあたりはね最初に入れる水温とかねにも関わってくると思いますので、あくまで目安ということで、ちょっとね4分半よりはプラス1分ぐらいかかってしまいましたけれども、100度保温はできませんので、これでね90度に保温しましょう。このようにすぐ使う場合は90度保温にしておくのが良いかと思います。ちょっと蒸らしたいと思います。今回ねアイスティー作りたいのでちょっと氷を入れてみました。お、綺麗なねピンク色ですね。ではいただきます。うん、それほどフルーツのね味が強くなく美味しいですね。さっぱりと夏にもこのようにアイスで飲めるかと思います。あと私がよく使う便利な使い方としては、この製氷機にね水を入れるときにねめっちゃ便利なんですよ。このように先が細いのでね、直接この冷蔵庫にありますよね、製氷機にこうダイレクトに水を入れられるというね、これがね便利なんですよね。もちろんね観葉植物等の水やりもね
全然できちゃいますけれども、このように微調整もねしやすいので、はい、マックスのラインまで今入れた状態です。こんな使い方もねできるのではないでしょうか。ということでいかがでしたでしょうか。今回はこのように非常にデザイン性が高いビンディアの電気ケトルをご紹介いたしました。デザイン性だけでなく機能も充実しています。沸騰機能はもちろんのこと、1度単位で温度設定が可能です。また保温も同時にね設定することができまして、最大90度まで、プリセットではねあらかじめ決められた温度設定可能ですし、ダイヤルを回せば任意の温度でね保温することができます。保温設定をしますと、このように乗せた状態で保温して、そして温度が下がるとね再度保温の設定温度まで上げてくれるという機能ありますし、このように外して使った後温度が下がってしまっても再度乗っければ設定した保温温度が残っていますので、またその設定温度までね上げてくれるというね、本当至れり尽くせりのねポットになっています。このようにコーヒー入れたり紅茶入れたり料理入れたりね、先ほど紹介しましたね製氷機など細口の部分にこのノズル利用してね水を入れたり、さまざまな用途で使えるのではないでしょうか。少量でも沸騰可能ですので、ウォーターサーバー導入するまでもないなと思っている方、カップラーメンとちょっと作って食べたいという一人暮らしの方にもねぴったりな電気ポットなのではないでしょうか。朝起きた時コーヒー作るのも非常に楽になるかと思います。最後安全機能ですけれども、保温機能の時にもうずっとね保温し続けられちゃうんじゃないかと不安ありますけれども、60度以下に設定した場合は12時間、60度以上に設定した場合は8時間で電源切れますので、まあ、それほどね長く保温っていうのもないかと思いますけれども、もしもの時はね電源が8時間12時間で切れるという設定になっています。ただねもう少し1時間ごとにアラーム鳴らしてくれるとかがあるとね消し忘れ防止等にもなるかなと思いますし、あとねこちら自動電源オフ機能はありません。電源つけたままにしておきますので、ずっとつけっぱになってしまうということで、まあ、空だけの防止はあるんですけれども、自動オフ機能ありませんので、例えばね何も操作がなければ30分後とかにオフになるとか、そういったのもあるとねよりいいなというふうに思いました。操作難しいなと思うかもしれませんけれども、一度ね触るとね、簡単に理解できますのでね、このような電気ケトル欲しいなと思っている方ね、ぜひね参考にしていただければと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。